島のフィールドテスターの赤木光弘です。上津原勤です。それではどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。上津原さん、はい、ついに、コルトスナイパー、はい、リミテッド登場しましたよ、はい、ね、昨今どうですかね、このロックシャアの盛り上がりすごいですよね。私の住む、まあ、関西圏、はい、紀伊半島、まあ、東の方で伊豆の方すごい盛り上がりで、まあ、港湾を含めてね、もうロックシャア関係、はい、まあ、シュワジング、はい、もうすごい人が、ああもう連日ね、アームを狙ってやってますよ。そう、どうですか、上津原さん、ね、九州ですよね。九州の方も、うん、まあ、磯で、まあ、G 磯でも沖磯でも、うん、明らかにこうルアーで青物を狙う方が、まあ、増えてる印象はものすごく強くて、はいはい、私も、まあ、あの九州よく行くんですけども、はい、まあ、もう以前この 3,4 年ぐらいですかね、すごいですよね。もうそうですね、うんうん、あのもちろんそのルアーだけで、はい、あの来られる方、はい、以外にも、まあ、もともとその上物とか底物とかをされてらっしゃる方々が、はい、確かに、ルアーロッドとりあえず持ってる方がめちゃくちゃ増えてるんですよ、はいはい、まあ、急にナブラが出たりとか、ね、あ、なるほどね、まあ、こっちもそういう人もいますね、はい、非常に若い方も増えて、もうそれ以外にもカップルですとか、はい、そういった人らもロックショアで見かけたり、まあ、とにかくね、もう関西、まあ、あの割と都会から近いということもあるので、はい、まあ、アクセスしやすいという意味からも、まあ、非常にね、各あのキーハンドのショアラインどこもと言っていいぐらい、うん、たくさんの人で、まあ、それに伴ってね、あの魚もよく釣れて、いいですね、うん、まあ、本当に皆さん楽しんでおられるなというような、あの感じでずっと僕も見てますけども、でも、まあ、タックルもかなり充実してきましたよね、はい、ね、今回のこのリミテッドしかり、う、ね、うん、シリーズラインナップ数 もう増えて、ね、このリミテッドが発売になって、まあ、順番にこう上から数えていくと、はい、今5ラインナップになるんですね、はいはいはい、すごいですね。その分歴史も、そうですね、ね、はい、開発の方の切磋琢磨も、ね、そこは非常に大きいと思います ね、 ね、はい、それで、まあ、これまでの、はい、コルトスナイパーシリーズロッドですね、はい、まあ、こうずらっとこう並んでますけども、まあ、私携わらせてもらいましたエクスチューンですね、まあ、現行の、まあ、これもあの随分使い込んで、まあ、いろんな魚と出会ってきましたけども、はい、上津原さんどうですか、このシリーズいろいろ出てますけども、これまで、そうですね、あの初代のコルトスナイパーですね、はいはい、今みたいにこう、はい、ラインナップいくつかある、はい、これですかね、はい、出てくる前の、はい、これですね、こちらが2010年、はい、古いですね、ですね、うん、あの発売されたモデルなんですけど、はい、これ の、 あの S100H という、はい、あの P45 までのロットですね、はいはい、初期から非常に、まあ、この1本すごい使い込んだ、あのそんな感じしますねそうですね、だいぶもうグリップテカテカテカに、はい、こう立ってくるんですけど、はい、きっかけがあって2008年だったんですけど、はいはいはい、五島の磯で、はい、キハダが釣れるタイミングにドンピシャで会った時があって、5、6年ぐらいの間は、はい、もうものすごいキハダに集中したんですよ、はいはい、うん、初めて釣ったのが2008年で、はい、あの僕はもう餌釣りもするので、はい、あの餌とルアーと両方で狙ってたんですけど、はいはい、目の前本当すぐそこにキハダがこんななってるのに、はいはい、簡単に食うかと思ったらなかなか食わなかったんですよ。でそういう経験もして、はい、うわルアなかなか難しいなこれっていうのがすごくこう印象があって、まあ、だからこそルアーでちょっとでかいキハダ取りたいなと、うんうん、でキハダのことが、まあ、とにかくこう知りたくてというか、はいはい、どこの磯が高頻度で出会うことができるのかとか、はいはいはい、あのエリアもですね、はい、どこがいいのかと、まあ、僕は九州の西側の磯ですね、はい、すね、あのに行くことが多いので、うん、それをやってた時、まあ、2008年からやってて、うん、2010年にこれが出て、はい、もうその時からそうですね、で正直な話をしますとですね、はい、あのまあ、キハダとかヒラマサとかを釣ってて、はい、P4 号のこの S100H を手に取った時、はい、まあ、これが当時一番こう強いクラスだったんですけど、これでパワー大丈夫かなっていうのをちょっと思う部分があったんですよ、はいはい、まあ、これも本当正直な話なんですけど、はいはい、ただ
その実際やってみて、うん、じゃあこれでどれくらいまで取れるのかっていうのをやってみないことには、うん、そうですね、この竿がどれくらいそのパワーがあるのかっていうのは、うん、自分自身でですね、はい、こう納得するまでに至らないので、うんうん、よっしゃもうこれで思いっきりやろう、使い込んだと、はい、使い込んだ時で最初後藤でキアダが釣れて、はい、で男女群島でキアダをやって、はいはいはい、でやり続けてこの竿でルアーでキアダ、うん、5本取ったんですけど、うん、まあサイズはそんな大きいのは分からなくて、はいはい、まあ、上限が15キロなので、うん、まあ、それでもこう15キロのキアダでも、うん、あこれいけるなっていうのはやっぱり感じた部分、うんうん、ただやっぱその実際に磯で見る魚とか、うん、沖の方を飛んでる魚とか、あとはやっぱかかって逃げていく魚ですね、うん、はい、あのまあ、キアダは15キロまでなんですけど、はい、やっぱり青物のでかいのとかがかかって、はい、これちょっと限界を感じるなっていうのを、なるほど、やっぱり感じる時もあってですね、そこで物差しが分かったと、そうですね、この初代の、そうですね、あ、まあ、もともとなんかこうショアジギングってすごい強いガチガチの竿でやるっていう、うんうんうん、そうですね、イメージあったじゃないですか、うん、僕もやっぱそういうイメージがあって、はい、もっとすごい強い竿を使ってたんですけど、うん、はい、で実際このクラスの竿を使って、あそれぐらいの魚までを取れて、うん、でやっぱダメなパターンも経験をして、うんうんうん、すごいなんかいろんな意味で勉強になった竿ですね、最初の一本、そうですね、あ、なるほど、この次に出たあのエクスチューンですね、はい、それから今現行のエクスチューン、そしてついにまあリミテッドとこう来たわけですけども、まあ、そしてここにルアーもねずらっとこうして、並んでおります。これ磯で使われたルアーですね、まあ、我々2人のルアーなんですけども、はい、かなり使い込んでますね。そうですね、ね、まあ、磯にぶつからなくても投げ続けるんで、うん、 そうですね、それだけでボロボロ、ボロボロになりますもんね。男女群島ですかね、上津原さん、はい、でっかいカンパチ釣ってましたよね。何キロ、28？ いやいや26.3、いやそれでもすごい、ちょっとですね、うん、どんな感じでした？あの時はロットが今の現行の、うん、あエクスチューンですかね、106H のクラブスペシャルで、はいはいはい、10月だったので、まあ、キハダを狙って出て、はいはい、うん、で初日の夕方にかかったのがあれで、はい、その時のルアーがこれですね。すごい、その時のルアー、もう針もその時の状態じゃないですか、もうそのままですね、はいはいはい、記念ですよね、これは記念で撮ってるんですけど、ね、うん、あなんとかじゃあバレずに、そうですね、うん、持ちこたえて、はい、竿もどうでした、その時は。ロットはですね、あの、はい、段階的にこうやり取りをするテンションを変えたんですけど、か、はい、って最初はある程度負荷をかけて、うん、魚の動きが止めれるのかどうかな、うん、まあ、姿は見えなかったので、うん、とりあえずかかって引っ張りをしながら、はい、どんなものか分からない、まあ、リールも負けない、うん、でもガンガン走っていくわけじゃない、はい、でも寄ってこないという状態がしばらくあったんですよ、はい、ただもう耐えてるだけ、うん、だけど、うん、ガンガン引っ張らない、はい、なんでしょうね、ある一定の距離をちょっとうろうろしてたのかなと思ったら、カンパチですからね、まあ、うん、結構やっぱ近いところでかかって、うん、その状態の後に、まあ、やっぱカンパチなんで、そうです、バーンって下に行くんですよ、はい、やっぱカンパチってそういうところありますよね、ありますよね、はい、うん、で真下に行って磯際に沿って真下に入ってって、はい、海の中で、はい、出っ張ってる背にラインが当たるかどうかってなる前に、はいはい、うん、こう自分が乗ってた磯が、はい、こう前下がりの丸い磯だったんですよ、はいはいはい、こう形が、はいはい、で一番先端には出れないけど、はい、カンパチがバーンっていってロッドが、うん、まあ、エクスチョンすごい柔軟性があるので、うん、ありますね、グイーンって曲がってた時に、はい、このリールからその一番手前のバットガイドまでの間のラインがピーンって立って、それがどんどんこう下に行くと、うんうん、そのラインが海中よりも先に自分の足元の岩の岩に当たりそうになって、なるほど、その前のみにこの丸いグイーンってなって、でもう緩めるしかなかったので、はい、ドラグを緩めるのがギリギリ間に合って、あで磯の上でラインブレイクするのは防げたんですけど、うん、走っていく途中でやっぱり海の中でラインがガーッて引っかかるやっぱ抵抗があってですね、でその時のラインシステムをちょっと取ってるんですけど、あすごい、そのまんまですか、そのまんまですね、はいはい、メインでキハダと思ってたので、うん、フロロのこれ EX フロロの100ポンドの35の、はい、そんなですね、まあ、太くはないというか、うん、 そうですね、それぐらいの太さで、まあ、フロロですから、まあ、強いですからね、削れには、ね、うん、ネズレに対してはですね、はい、で、うん、最初岩にガリッと当たった時に、はい、
あ、根ずれしたなって、まあ、でも根ずれで切れないように、まあ、ドラグテンションもちょっと落として、うん、もうとても自分でコントロールできるサイズの魚じゃないというのはもう分かったので、うん、その時、はい、でこれが岩に当たったまま魚は走っていく状態で、はいはい、これはもう吸った状態ですね。あ、吸った状態ですね。吸った状態で、うん、途中でですね、はい、まあ、岩にこうやってガリガリ擦れてる状態で、はいはい、ガツって衝撃が来るんです、はい、このノットが通った衝撃なんですよ。なるほど。これがガチって、はい、でこれ、まあ、その時スペーサー P も入れてたので、はい、リーダーとスペーサー P のノットなのか、はい、スペーサーと本線のノットなのか、これはどっちなのかわからない、はい、ガクンとこのコブを通った衝撃がですね、はいはい、ただこっちの可能性、本線の可能性があるので、うん、もうこれはテンションかけたらやばいそうですねと思ってたら、もう一回ガツンって言って、あ、それが最後の2回目だったんだって分かったんですよ、はい、でその後もやっぱりガリガリやって、実際にこれはその時のリーダーでこうやって傷がついてけばだってますね、はい、ただその時、うん、まあ、P の5号だったので、はい、まあ、ちょっと根ずれしたらちょっとやばいなということさ、うん、でもうそれからドラグテンションを緩めて、あと全部ハンドドラグでやったんですけど、はい、これがポーンと外れる瞬間が分かって、はい、で引っ張り合い、おし外れたと思ってその後もやり続けたんですけど、やっぱりその後はもう高負荷はかけれないなと思って、うん、はい、まあ、傷んでる可能性もある、傷んでる、もう明らかにこれは止めようとしたら切れるだろうというのが分かったので、はい、あとはもう、まあ、運を天に任せるような感じですけ ど、はい、魚がどっちに行ってくれるかですね、はい、うん、で本当ラッキーだったのが、うん、魚のスピードが徐々に落ちたんです、ね、あ、まあ、やっぱり多少へばってきとるんですね、うん、だと思います ね、かなり沖に走っていって、うん、まあ、下にバーンと入って、今度下を沖にそのままずっといってる感じです、うん、でスピードが落ちて、はい、これこのままだと本当糸抜かれるかもしれない、はい、まあまあ、どんどん止まらなかったので、はい、と思ってゆっくりテンションかけたら向きを変えてくるという、はい、まあ、それが本当一つの大きなポイントを思いました、ね、まあ、あとは本当突っ込んだら切れないようにラインをフォローする感じで、で、あれもやっぱりあのエクスチューン本当にすごい粘るさを、うん、やっぱりメリットあると思うんですけど、うん、まあ、こういうその根ずれしてテンションを抜かざるを得ない時に、うん、いい感じのテンションをずっと保てるんですよね、はい、あの粘るさを、はいはい、でそれも非常に大きくて、ね、あのエクスチューン本当に僕はフックアウトしづらいロットだと思ってるので、硬、うん、いだけではないんですね、硬、ね、うん、い強いだけではやっぱダメージっていうのが非常に大きいので、まあ、まあそういった、はい、そういう思い出がありますね、うん、なるほどね、まあ、こうやってたくさんルアー今並べてますけども、まあ、私もこういろいろ携わってきた中で、はい、まあ、このロックフラットであったり ね、 あ、はい、ね、まあ、このルアーも非常にこの時ちょうどエクスチューンのこの 106MH ですね、あ、はい、鹿児島でロケやったんですけども、はい、その時ね、まあ、あの2日半予定はあったんですけども、はい、天候がね、いかんせん、まあ、よくあるじゃないですか、いつもそれですよね、ですよね、はい、でその時は一番ひどくて、はは、実況3時間やったんですよ。あ、そうなんですね。で1日目はもうとにかく雨で実況はできないと、はい、で大雨の降る合間に、まあ、コメントを撮影したりとか、はい、そういったことで2日目も、まあ、雨 で、 あ、で雨としけで、あ、できないと。で3日目の朝もこれはもう無理やなと思ったら、船長がなんとか行けるところがあると思うから、あ、はははは、うん、でもう僕は沖で待っとくから、はい、うん、あのもう危なかったらすぐその代わり行くよって言って、はい、まあ、あのありがたいことに、まあ、船長とそういった信頼関係で、上がらせていただいて、でもうこの迷わずこの現行のエクスチューンの MH106 ね、はい、それにこのロックフラット結んで、自分のここぞっていうところにルアー流すと、まあ、カンパチ出てくれましたしね、はい、浪人アジもまあ出てくれましたし、うん、まあ、そういった意味でもね、やっぱりこれまでいろいろさをルアー、あー、もう非常に思い入れがあって、どのルアー、どのさを、どのリール、ね、全てにおいて、まあ、非常にこの磯でのこの釣り、うん、続けてきた中で、もう私自身ね、非常にこれまでのこの歴史、コルトスナイパーの歴史振り返る中では本当に思い入れのあるものが多いです。コルトスナイパーエクスチューンの、まあ、初代のモデルとか、はい、ははあ、これですね、はい、ありますよ、思い出とか、あ、このロッド ね、 結構ハードなロッドで、私がねコルトスナイパーロングですね、ジグね、スティンガーバタフライをまあ復刻させたジグですね、はい、手話用に、はい、このテストでよくね、あの上津原さんが行かれる上五島のエリアによく行ってました、あ、テストに、はい、でその時によく使ったこのエクスチューン、はい、
うん、よくジグがしゃくりやすくて、まあ、対馬でも使いましたね。はーはー、もうバンバン磯からしゃくって、ジグを操作しやすくて、はい、その時はねこれでよく平正と遊んでましたよ。これで上津原さんも初代 X チューンって何かあります？その自分自身のなんか思い入れみたいなもの、そうですね、経験とかありますか？はい、やっぱこの、うん、まあ、初代 X チューンですね、はい、3機種あったんですが、はい、そうですね、3機種ありますね、はい、これも本当に使い込んで、うん、本当 の一番最初のコルトスナイパーですね、あれの後にこれが出たので、はい、あの時ちょっとロッドパワー足りないなと思ってたのが、はい、これがやっぱりすごい強いのが出てきたというのがすごく印象にあって、で3タイプですね、3機種の中で一番使い込んだし一番魚釣ったのがあのこの 908XH なんですよ、はいはい、やっぱり僕もジグでいっぱい魚釣ってて、はい、このロッドでジグで魚、ヒラマサですよね、を釣り続けていく中でやっぱジグってなかなか取るの難しい場合多いじゃないですか、ね、もうかかって、そうですね、いきなり根ずれしてるとか、そうですね、際どいところにフォールで落として食って でも根ずれしてるもう瞬間に根ずれする時もありますからねでそれでこうそれを踏まえてどう魚を取るのかっていうのがすごく、はい、はあはあ、大変さという、はい、まあ、よりこうリスクのある方法でそれでもその方法ででかい魚を取りたいっていうふうにすごいその方向に進んでった時がこの X チューンだったんですよ。あ、そういった思い出ね、はい、もうジグででかいのどうにかして取ろうというですね。なるほど、はい、各モデルによってその時にこう自分の思考性というか、うん、はいはいはい、変わっていったなっていうのもやっぱですね、なりますね。そんな中で、まあ、次いよいよね、エクスチューンをリニューアルするということで、あ、はい、まあ、こちら今現行ですね、はい、このエクスチューンが出たんですけどもね、はい、まあ、これも開発当初から、随分やらせてもらいました、あのテストはね、はい、あのいろんなところで、やりました。でこれからちょうど、ジョイントがねインロー継ぎにしてもらって、はい、しかもスクルーロックジョイントという、はい、あの非常にあの抜けにくい、ジョイントも採用していただきましたし、まあ、このロッドだけでもね僕はもうかなり、うん、あのブランクも、変えていただいてもうすごく柔軟にしなるし非常に進化したもうロッドになったなというふうに、まあ、今回思っておったんですね、まあ、でもいろいろこうやって並べてみるとやっぱり進化が伺えますよね。そうですよね、まあ、各モデル、うん、まあ、その時のこう特徴というか、そうですね、このモデルはこうみたいなこう、うん、それが結構しっかりしっかりありましたね、はい、ついにですよ、はい、ここに来て、はい、コルトスナイパーシリーズの、はい、リミテッド出ます。これですね、もうエクスチューン以上のものが出るのかって僕正直思っとったんですけどもこれはでもすごくね感慨深い、うん、すごいですよ、もう最新、もう僕正直びっくりしました。あ、うん、まずガイドとか、はい、ね、グリップ周り、はい、まあ、全てにおいてブランクス、うん、全てにおいてこの最新っていうかもう今の時代のもうハイスペック、うんうん、ロッドにふさわしい、はい、もう僕は正直もう本当にびっくりしました。もうブランクの質感、うんうん、それにまとってるガイド、グリップ、もう本当にびっくりしました。どんな感じですか、別のこのロッドを見て。もう本当感慨深いですよ、ね、深いですよね、うん、ついにコルトスナイパーシリーズってこうリミテッドが発売になる時が来たのかっていうことですね、もう正直最初はこの X チューン以上のものが果たしてそこまで、はい、良いものができるのかっていう僕はまあそういう思いだったんですね、はい、でそれがまあここまでまあ開発といろいろやっていく中でまあここまでいいものになったっていうのはもう本当すごいと思う僕は。そしてですね、上津原さん、はい、これガイド目引きますよね、初めて見る形ででしょう、はい、これ X ガイドですよ、 X ガイド、はい、この高橋ね、2番目もそうですけども、まずこれがインパクトありますよね、あのラインの通りもいいし、そしてグリップですね、非常に持ちやすい、ね、ポンピングしてる時にもブレにくい、はい、ね、そして横がフラット面になってますね、はい、これまあ脇に挟んだ時に、ね、あはははね、安定するようにジグをジャークするとか、はい、そういった時にも位置決めをしっかりできるように、ね、はい、なってます。
そしてグリップエンドですね、はい、これもまたユニークですよね。これ投げるときね、非常に引き手に力入るんですよね。あの重たいプラグでも引き手しっかり引いて、ロングキャストできるんで、はい、非常にこれ助かりますよ。これ力入れやすいです。さあ上津原さん、はい、釣りに行きたくなってきましたね。やっぱ道具を見てるとですね、もう竿を握ってると釣りに行きたい、はいね、実際使いたくなりますね、はい、投げたくなる、はい。上津原さんどこですかフィールドは。そうですね、うん、まあ、この秋のシーズンとなると、はいはい、五島の平山さんもですね、まあ、結構やっぱ数も釣れる時期で、はい、まあ、その中にサイズのあるやつも当たってくる、はい、で早めな時期というか9月後半ぐらいに大きい平山さんに遭遇することも今まで経験上あって、9月ぐらい、まあ、もちろん8月でも出会える時は出会えると思うんですけど、うん、秋に向けて迫力のある、まあ、こう10キロを超えたですね、ごつい顔をした平山さんを狙いに行きたいですね、はいはいはい。赤木さんは僕もですね、まあ、僕も九州も行きますけども、やはり紀伊半島をベースにですね、まあ、紀伊半島で釣れる魚、はい、各シリーズありますからね、はい、この竿にも、まず紀伊半島でいろんな魚ですね、青物全般的に、あ、はい、で、あとは、まあ、もうちょっと東寄りに行って、あ、はい、まあ、伊豆七島、はい、神津島であったりとかね、もう濃紺の塩の中で、はい、まあ、木肌がボイルする中で、このロット持って、はい、もうそれに目がけてでかいルアー投げたりいいですね、したいです。もうたまらんさもう、ね、まあ、そうやっていきます。もうぜひ、はい、ね、上津原さんもぜひ大きな魚、はい、ね、国志市に、ね、磯にこれを持って通いたいと思います。行きます、はい、僕も行きます。